オスマン帝国の南アラビア遠征は16世紀のインド洋で行われたオスマン・ポルトガル戦争の一部。ピーリー・レインスに率いられたオスマン帝国海軍の召喚隊がアラビア半島の南部、東部で勢力拡大を行った。1538年、オスマン帝国の支援を受けたグジャラートのスルタンはグジャラート半島の先にあるポルトガルの要塞。 e u を攻撃したが占領できなかった。当時、オスマン艦隊を指揮していたハドゥムスレーマンパッシャは、インドからの帰路、幼少アデンの防備を強化した。1546年8月、オスマン帝国の PED レイースの指揮で、航海艦隊に所属するガレー戦4隻がアデンから出撃した。艦隊は、最初にアデンの約600キロ東にあるシフルに寄港した。 この都市は1538年の遠征中に、ハデムスレーマンパシャによって占領され、オスマン帝国の支配下にあった。ここで、オスマン艦隊は、カスイーリーのスルタン、バドルブ・トゥバイディックの軍と連携して、前進を続けた。そして、ポルトガルと近しいマフラー族のスルタンが支配していた、キシュンを共同で攻撃、占領した。キシュンの征服後、 現在のオマーンのドファールにあたる地域に上陸したオスマン軍はここに取り出を築いた。アラビア半島の東端を回った艦隊はそこでカルハットを攻撃した。さらに前進を続けペルシア,アンの入り口に位置しポルトガルの最重要拠点の一つであるマスカットに達した。ポルトガルの不意をついたオスマン軍は都市を攻撃し港を焼き払った。さらに ポルトガル商戦も打破した。作戦を終えた艦隊は秋にアデンに帰還した。オスマン帝国はポルトガルがディウの防衛のためにすべての戦力をインド洋に集中させた時に同時に2つの側面から行動を起こした。1538年、アラビア半島南部のアデン艦隊が創設されると共にバスラがオスマン帝国の支配下に入ったことで、 ペルシア湾への拠点も得た。ポルトガル勢力は一時交代させられた。また、イエメンに赴任したウベイスパシャは1546年にタイズを占領してティハーマ地方にオスマン帝国の支配権を再確立した。これらの動きが最終的にはポルトガル勢力をペルシア湾から排除することを目指す1552年のピーリー・レイース率いるオスマン艦隊の遠征を 導いた。ありがとうございます。